げたコメント見る？僕たまに見ます、ね、たまに見る、はい、気づいたコメントありますか？一切ディスられないんで叩かれたくてしょうがないんですよ。いや叩かれてますよ最近。叩かれてます。めっちゃ叩かれてますよ。見てないかもしれない。見てない。いやあの竹内さんがあの喫音の回で、はい、ね最後の方になんかあの同世代の友達いますかってあの彼に聞いたじゃないですか。で、はい、あの同世代はいなくて先輩でしかいませんって言ったらなんかね舌打ちしたんですよ。僕がですか。つってであじゃあもういいですってなったのが。これサンエイトさんがご自身の会社が作って流してるのに社長の舌打ちそのまま入れるかみたいなでそれめちゃくちゃ戦ってた。本当に、うん、で竹内やめさせろとか竹内いらないとかあの見てない全然コメントすっごいすっごいね叩かれたんですよ。最終回ですか。まあそうですね。あのその質問の回で、はい、あの、ジョーカーゲーム1さんのコメントですね、うん、最終決断を見て株元社長斉藤社長に同意、福田社長精一杯の応援の気持ちで出してる交換竹内社長一言余計だった林社長金持ちの道楽まあまあいやもう本当はあの僕は竹内さんもしあのこのここの部分のコメント欄みたいなのだったらどんな気持ちでいらっしゃるんだなってずっと思ってたんですけどそれよりも何よりもサンエイトちゃんとやれよみたいなだから全責任はサンエイトさんにありますから僕がサンエイトの社長だったらめっちゃ切れるよ。お前らお前ふざけんなよって俺のことをこんな風にお前出すなみたいなやっぱ心が広いから竹内さんはやっぱカメラ持ってる方が社長と目線合わせるだから竹内さんあのぶっちゃけそんなんいちいちこの令和の虎 の、 あのチェックとかしないでしょ。いや分かった分かったするわけがないですよね。いやめちゃめちゃしてますよ。嘘つけ絶対しない。最後のところで言ってるぞ。そうですそうです。一個だけ質問してもいいですか。はい、お願いします。このビジネスをやるにあたってなんか一緒にやって動いてくれるような仲間というか、一緒にじゃあ2人で会社立ち上げようぐらいの意思を持っている友達というのはいますか。その結論います。だけどそれはその僕のその同年代の友達ではなくて、その先ほどのその自由記述にも記載しました、はい、その藤本社長です。で、その彼もその喫音症でして、その実は、そこが大きな肝に、はい、そのなるんですけど、彼も喫音症でして、と同時に、そのエンジェル投資家であり、そしてその何よりも、その AI 開発会社をその経営しているので、そうですので、はい、口頭上でのそれになりますが、エンジェルは頼めなかったんですか。はい、ですね、それはその思ったのですが、まずはその一回ここに出てで、それでそのもしも資金が不足したりしたら、はい、その頼もうというふうに思いました。確かに頼めたかもしれません。はい、僕もし同世代で友達が一緒にやるっていう人がいたら一人で全部出そうと思ったんですけど、ちょっとその答えだったらごめんなさい、ナッシングです。わかりました。はい、はい、一個だけ質問してもいいですか。はい、お願いします。そこだやったってなんか一緒にやって動いてくれるような仲間というか、一緒にじゃあ二人で会社立ち上げようぐらいの意思を持っている友達というのはいますか。ですので、はい、あれ下打ちじゃないです。下打ちじゃないです。ため息。いや、口開いた時に開けちゃった。唇が大人になって。笠井さんからのコメントで、はい、9分25秒、はい、これが竹内って人間の全てを表す。なるほど。はい、まあ、人は捉え方次第ですからね。もう本当にね、この一つの回で竹内さんの評判は地に落ちたから。めっちゃ感じ悪いっすね。カモさんには言われたくない。いやいやいや